エステル記の本論に入っていきたいと思います。エステルは両親を早くに亡くしたので、年上のいとこモルデカイの養女になって育てられました。モルデカイは、バビロンのネフカデネザルに捕らえられてエルサレムから連れてこられた捕囚の民だったわけです。で、前にちらっとご紹介しましたが、エステルはユダヤ人にとって民族を救った、英雄であるというふうに、みなしています。で、イスラエルのことを非常に気にかけている、心に留めているクリスチャンもまた同じように見ています。大英雄なんですよね。で、エステルは王妃、結局王妃になったんですけども、王妃であるにもかかわらず、民族救済のために身を犠牲にして、立ち上がった人であると。で、そういうことを強調したいようですが、それはある一面正しいんですからが、全貌を伝えてはいません。で、ちょっと、その詳細をちょっと見てみたいと思うんですが、英雄とかいう、偉大な、人物はしばしば、アバタモエクボみたいに語られるわけですよね。私たちがそういう傾向を持っています。そして悪いことをした悪人はもうとにかく、悪の塊みたいな風に思っちゃうわけですよね。で、ところが人間は非常に複雑な、生き物で、善か悪か黒か白かという二者択一の幼い思考法は、どうも通用しない生き物です。で、ここでちょっと付け加えますと、初めに人が作られた時、創造主によって作られた時には完全に善人だったわけです。残念なことに、罪が入りました。悪の性質が紛れ込み、それにとらわれてしまいました。ただ、罪を犯したからといって与えたこの善の性質、素晴らしいいろんな性質をいただいたんですけれども、神様はそれを没収されなかったんですよ。残しておいてくださったので、そのために私たちは内側に善の性質、神様がくださったいい性質とともに、後から紛れ込んだ悪い性質、両方を兼ね備えた生き物なんですね。で、だから 100% の善人とか 100% の悪人とかいうのは、いないわけですよね。で、ですから民族を救った英雄であるというふうに、そういう視点だけでエステルを褒めそやすのは、聖書をきちんと読んでみたらそうは書かれていないんですよね。で、ちょっと違うねと、私は、そういうふうに聖書を読んでいます。弱さも強さも両方とも兼ね備えた、美女であったというふうに書かれているように思います。で、こういうふうに言って、エステルのこう、あまり美しくない面を言っちゃうと、もしかしたら、偏食を買うかもしれないなとちょっとちらっとは思うんですけれども、聖書に書かれていることを紹介したいと思います。さて、アハシュエロス王ですね、王妃ワシティが言うことを聞かないので怒りに狂って、側権
側近の進言を取り入れて王妃ワシティを追い出してしまいました。その後このシュシャンの城に容姿の美しい未婚の娘たちを、方々から集めさせたと書かれていますが、このハレムというのが常設されていたものだと思いますので、その中にまた新しく、集めたということかなと思いますけども、そこら辺の詳しいことは分かりません。さてこの、ハレムに集められた大勢の美しい乙女たちは宦官ですね、前に説明しましたが、宦官のヘガイという、人の管理下に置かれて、で美しい、上にも美しくするために、また王様の気に入るようにするために、化粧に必要なものとかもろもろのものを、たくさん与えられました。でやってきてから1年間ほどかけて、磨きに磨きました。でこうして王の好みに合うように、作られた、整えられた女性が順番に王の寝室に呼ばれた。でこの務めは一晩限りです。で翌朝には、出てくると別の部屋に、で別の、宦官が、監督している、そういう部屋に戻っていったと。でよほど王様が気に入らない限りは二度と再び呼ばれることはないという、どういうことか私たちにはよく分かりませんけれども、そういうふうに書かれています。一晩限りの御用をして、あとはそこに、言うなら飼い殺しにされたみたいな感じだったのかなというふうに思われます。使い捨てにしちゃったわけですね。でその後どういうふうに生活したのかなんてのことは一切書かれていませんから分かりません。だからこのエステルも、少なくともしばらくは同じように、一晩御用を務めた後でこの別の部屋に、置かれたんだろうと思われます。で、聖書にはあっさり書かれているので、あまり汚らしくは響かないかもしれないんですけれども、どんなにあっさり書いても、あるいはどんなに言葉を飾って言っても、これはまさしく王専用の遊女、娼婦の部屋であったわけです。で普通、遊女というのは、不特定多数の男性を相手にする、そういう女性たちのイメージなんですよね。でところがこのハレムではその点では、真逆です。逆なんですね。男性は王一人で、その男性に、選ばれた美女たちが順番に一晩ずつお相手をするというような感じです。で、なんとなく少しだけ似通っている男性が一人っきりという関係は、日本の江戸時代の、将軍ですね、大奥というものが幕府にあったんですけども、大奥にいた女性、側室たちが、将軍のお相手をした。男性は将軍お一人だったと。で大奥に男性は入れなかったというような場所でした。ただ大奥とこのハレムと根本的に違うのは、
大奥に勤める女性たちは女性しかいないんですね。宦官みたいなものはいなくって、ほとんどは実は側室ではありません。で、他の御用をする、人たちがいっぱいいたわけですよね。で、側室はそんなに大勢じゃなくって、また使い捨てでもなかったようなんですね。で、その役割は何かというと、これもちょっと、役割が違っていて、将軍の息子を産むための道具だったわけですね。その辺が非常に違います。で、また七種の権兵衛でもなかったんですよね。大奥にいる将軍の側室はきちんと名前があって、そして数もそんなに多くないということで、このここに出ているハレムとは非常に根本的に違う、役割を担っていたことがわかります。さて、エステルですが、非常に美しい女性だったと。で、遊女の一人として王宮に連れてこられたんですが、若くて美しくて男性の目に魅力的な大人の女性になっていたと思われます。そしてどういういきさつがあって、このハレムに連れてこられたのか書かれていませんので分かりません。で、なぜこのような屈辱的な立場に彼女があえて身を置くようになったのか分からないです。っていうのは、生まれはそんなに悪くない女性なんですよね。で、親が死んじゃったから、叔父の養女にはなったんですけれども、なんていうのか、一応は確かな身元の女性だったようです。なのに、この性の奴隷部屋に入れられるようなことになって、で、それを拒めない状況だったというふうにはちょっと読み取れない部分があってね、わからないんですけれども、だからなんとなくこうあえて、積極的にここへ身を落としめてしまったのかなという感じなんですけども、分かりません。で、実は厳しいのは保守の民であったという、厳しい立場に立っていたわけですよね。で、だからこの養父のモルデカイが民族の解放を願ってあえてエステルにハレムに入ってくれと頼んだのかなと。これも書かれていませんから、ただの想像話です。で、モルデカイが、民族のユダヤ人の解放を非常に願っていたという事実はありますから、そういうことなのかなと考えたら、一応説明はつくんですが、しかしながら、エステルがハレムに入った時点では実は大して何も事件は起こっていない時なんですよね。だからわざわざ、そういうことをすることはなかったんじゃないかなと思われます。で、それともう一つは、入って遊女の一人になった時にそんな大きな力を発揮できるはずがないんですよね、想像としては。だから一応それもあんまり、考えにくいことかなとは思われます。それからもう一つは、その後で緊急事態が起こるんですよね。で、だから、モルデカイがエステルに動けと言ったと、もうエステルが王妃になっていた時の話なんですが、中で、何とかしてくれよというふうに頼んだ時に、エステルは喜んでやらなかったんですよ。ためらったという事実があるんですね。ですから、もともとそういう約束があっ
て、あるいは話があってこのハレムなんかに行ったとは考えにくいということもあります。で、ただまあ養父ですからね、エステルがこのハレムに入ってからはモルデカイは毎日この婦人部屋の庭の前を歩き回ってエステルの安否を見守っていたということが書かれています。さて、エステルは英雄です。で、英雄視する人々はエステルがユダ民族の危機に際して身を卑しくしてハレムに入ったのだともしかしたら言いたいかもしれないんですが、実はさっきも言いました順序が逆なんですよね。大して何事も起こっていなかったし、でハレムに入って何かができるなんていうことは非常に考えにくいことだったんですよね。さて、まあそういう一応経緯があってエステルは非常に美人であった、あるいは、それ以外に優れた女性だったんでしょうね。でこの監督官のヘガイに非常に気に入られて、で婦人部屋の中でも非常にいいところに置いてくれたり、あるいはご馳走や特別な化粧品を与えられたりしたようです。でもいろんな、優遇されたということがあって、でとにかく、エステルも自分を磨き上げるのに、一生懸命やったんでしょうね。でなければ、きちんとしなければいくら素材が良くても美しくはなりませんのでね、非常にいい素材を磨き上げて、そして、王のもとに行ったと。で、そういうことで、民族の一大事が起こる。かなり前、1年以上も前にエステルはこの、部屋に入ったんですが、その後で1年以上の期間を経た後で、王に呼ばれました。で、用が済んだ後は用済みの、部屋に戻っていったと書かれています。さてと、こういうふうないい素材で磨き上げて、多分性質その他も非常に良かったんでしょうね。王の気に入りました。で、その後どういうことがあったのかは分かりませんけれども、あるいはどれぐらいの期間が経ってからも分かりませんけれども、王は非常に、エステルを気に入ってワシティの後釜として冠を与えて王妃にしました。こうして、エステル妃が出来上がったわけです。で、この時点になってもエステルは自分の民族のことは一切明かしませんでした。で、これはモルデカイが言ってはならんと言っておいたので従ったわけです。さて、ユダヤ民族撲滅の動きが何で起こったのか、保守の民ですけれども、それでも撲滅の動きにまで至るには、原因があったわけです。で、モルデカイが時の権力者になっていたハマンに反抗したために盛り上がった出来事でした。で、大体モルデカイに強く叱責されるまではエステルは民族のために身を犠牲にする覚悟はなかったと思われます。その後さまざまな出来事があって、そして最終的にエステルが
英雄になる引き金になる大事件が勃発することになります。ということで今日は、エステルが王妃になるまでのお話で、終わりたいと思います。で次回そういう一連の事件についてお話をしたいと思います。